深掘り福岡県。皆さんこんにちは、岡澤明です。さあ深掘り福岡県、今回の深掘りワードはこちら、献血でございます。献血とは自分の血液を提供するボランティア活動のことですが、この献血された血液から作られる輸血用血液製剤は実はあまり長い期間保存ができないんです。一番短いものでは採血後4日間で使用期限が切れてしまいます。そのため輸血用血液を必要とする患者さんの命を守るために、皆さんの献血への協力が欠かせません。そこで今回は県内の献血ルームに行って献血をする際の手順など、献血を行うにあたって知っておきたいことを深掘りしてきてもらいたいと思います。今回のリポーターは鮫島さんと友田くん、深掘り頼んだ。深掘りこんにちは、リポーターの鮫島です。今日のテーマは献血ということで、おっしゃい博多にやってきました。岡澤明さん、献血と言ったらもう元気いっぱいの僕しかいないでしょう。元気を皆さんに分けたいです。俺の元気をもらってくれ。それでは行ってきます。行ってきます。深掘り。おっしょい博多は福岡県に5つある献血ルームの一つで、交通の便の良い博多バスターミナルの8階にあります。明るく開放的な空間が特徴の九州最大規模の献血ルームです。今日は献血を深掘りしに来ました。いろいろ教えてください。よろしくお願いします。献血にはいろいろな種類があると聞いたのですが、そうなんですか？血液中の全ての成分を献血していただく全血献血と、血小や血小板だけを協力していただく成分献血とがあります。今日僕たちも実際に献血をしてみたいと思ってるんですけど、ほうれん草やレバーなどは今日食べてないんですけど大丈夫ですかね？元気そうなので全然大丈夫だと思います。受付確認表に記入していただきます。その後タブレット端末で質問に回答を行い、医師による問診と血液の事前検査を行って献血をその後行います。最後に休憩をしっかりとって、だいたい1時間ぐらい時間がかかります。1時間ぐらいで終わるものなんですね。長い時間かかるって思ってました。じゃあ早速記入して。令和って何ですか？受付確認表は、まあ、初めて献血するときに記入して、まあ、2回目以降は不要なようですね。受け終わりました。それでは本人確認をさせていただきますので、免許証とか学生証をお持ちでしたらお借りできますか？免許証があります。お願いします。じゃあこちらの方で登録させていただきますね。よろしくお願いします、はい、初めてのものだと分かるように見ていただいてください、はい。2回目以降はこれはつけなくていい、はい、っていうことですね。です激しいスポーツやっちゃいけないんですよ、献血やった後。結構僕体動かすんで、ちょっとそこ注意したいなって思います。なんかこのタッチパネルの操作もすごい簡単ですね。終わりました。それでは次に血圧測定をしていただきます。血圧を測ってます。病院以外で初めてこういう風にやったので緊張してます。次は医師の問診室にご案内します。どうぞお入りください。はい、睡眠の方はしっかり取られてますか？今日は献血初めてというか緊張とかされてますか？むちゃくちゃ緊張してます。心拍数めちゃくちゃ速くて緊張されてますねって言われました。でもう一回測り直したら数値が全然違って、ちゃんと安心して臨めそうです。頑張ります。友田宗弘、はい、AB 型です、はい、抜かれました。血がすぐこの場で結果が分かるんですね。事前検査が今さっき終わりました。そして僕は大丈夫だったんですけど、帰ってきました。帰ってきました。どうでした？実は私、問診でストップがかかってしまって、僕だけが受けるということですね、はい。頑張っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。深掘り。採血を今から行います。指先しびれはなかったですか？はい、大丈夫です。今始まりました。献血中は5秒くらいかけて足の運動をすることによってめまいとかそういうものを防ぐ、これを3回ぐらい繰り返しながら、そういう運動をしながら待機します。今の時点で血液が
取られてるのが分かる。なんか不思議な感覚。ちょっとだけあの緊張がほぐれて元気になってるぐらいあります。献血にはどれぐらいの時間がかかるんですか？全血献血ですので10分から15分ぐらいですね。こんなにすぐ終わるんですね。献血は1日約1万3000人、令和元年度は1年で約492万人を超える献血者の方々の協力により支えられています。思ってるよりもたくさんの方々が献血されてるんです。血液の成分である赤血球や血小板は生きてる細胞なのであまり長く保存できませんので毎日必要とされる血液を病院に届けるには毎日新しい血液が必要です。自分自身こうやってもらってるんですけどそんなに痛くないし、すごい勢いで自分の体から血がなくなっている感覚はありますけど。そうなんですね。痛みはないということで。痛みは全くないです。献血者数はどのようになっているんですか？10代から30代の若い人の献血が10年間で 35% の95万人に減っていると言われています。献血するのが怖いという方や仕事などでなかなか時間が取れないという方が多いようです。なるほど。献血された血液はこの後どのようになっていくんですか？各地のブロック血液センターに運搬されて精密な検査や血液成分ごとに分離が行われて血用血液製剤となって適切な温度下で保管されます。医療機関からの要請に24時間365日対応できる体制を整えておりまして患者さんが必要とするときに血液が届けられます。じゃあ僕の血液が他の患者さんの役に立ってるってことですね。輸血用血液製剤は不慮の事故で使用されることよりも多くの場合はがんの患者さんの治療に使用されています。早かったですね。早かったですね。めちゃくちゃ一瞬。こっちの手で重たいものは持たないようにということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。献血は終わりましたのでロビーの方で20分ぐらい休憩をしてから帰っていただきますね。はい。採血お疲れ様でした。お疲れ様でした。こちらの休憩ルームではお飲み物やお菓子を自由にお取りいただくことができます。またお子様をお連れの方にはキッズルームも準備しております。飲み物が飲みたい。だからジュースとかコーヒーとかスポーツドリンクなんかもあるみたいですね。友田さん、献血カードありがとうございます。献血カードいただきました。はい、こちらには今日の日付、次のそうですね、献血できる日が下に印刷されてます。また献血の際には骨髄バンクの登録受け付けています。ぜひドナー登録にもご協力をよろしくお願いいたします。次はね、ぜひ鮫島さんも一緒に予約して献血を受けに行きたいなと思います。そうですね。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今回の献血体験はいかがでしたか？そうですね、なんか最初はもうものすごく緊張と不安が大きかったんですけどやってみるとあっという間に終わったし、サポートをしてくれた看護師さんの方もすごく親切で、この後献血し終わった後に街に出たらちょっとなんか見方変わると思うんですよね。いい社会貢献ができたんじゃないかなと思ってます。どうでした鮫島さん？今回私はできなかったんですけど、事前に問診でちゃんと止めていただいたりとか安心感がすごいなと思いました。次回までにちゃんと私も鉄分を取って献血できるようにしたいと思います。そうですね、しっかり鉄分取って。そうですね。はい、一つ気になってたんですけど、ずっと持ってるその可愛らしいキャラクターは何なんですか？知らないんですか？この子は献血ちゃんです。献血ちゃん？あきらさん、今日の深掘り終了いたしました。現場からは友田と鮫島でした。バイバイ。深掘り、はい、鮫島さん、友田くん、深掘りありがとう。今回は献血についてよく分かりました。まあ、友田くんみたいに最初は緊張とか不安が多くの方があると思うんですけどね、本当にサポートもしっかりされててリラックスして快適に献血できるっていうのが分かりました。まあ、毎日たくさんの献血が必要とされている中で自分が献血に協力したその血液っていうのが、まあ、どこかで困っている病気になっているという方のために、使われているんだなというのがよく分かりました。平日なんかはお仕事で行けないっていう方も土日もやってるみたいなので、自分のスケジュールに合わせて献血に協力していくと、まあ、どんどんこう世の中がね高になっていくんじゃないかなと思いました。はい、僕もちょっと献血に協力したいなと思いました。さあ、ということで今回は献血について深掘りすることができました。次回は何を深掘りするのかお楽しみに。